自分を育ててくれたクラブだと思いますし、勝てた理由はちょっとわからないです。ずっと喋ってるみたいな、延長があったら分かんなかったな、ここまで行くとは思ってはなかったです。自分の耳には入ってきてないです。プロの世界はまあ今もそう思いますけど、とても厳しい場所だとは思います。本当に長いシーズンというか、ロアソ自体長いシーズンで、そこからさらにプラス3試合っていうところで、シーズンを終えたわけですけど、平川選手にとってこの1年っていうのはどんな1年でしたか？東京でスタートしたんですけど、なかなか出場機会に恵まれずに、夏過ぎたあたりにロアソ熊本に移籍してきて、でそこからはすごい試合にもたくさん出場することができましたし、まあ、最後本当プレーオフの、最後の最後まで残って試合を経験できたのは本当に大きかったと思ってます。平川選手は調布市出身で、はい、それで FC 東京のアカデミーに入られてっていうところで、 FC 東京っていうのはその平川選手にとってどんなクラブでしたか？自分は中学校から下部組織に入って、まあ、そこからユースに昇格してでプロになれたんで、まあ、自分を育ててくれたクラブだと思いますし、本当調布市出身の選手としてやっぱりアジスタでプレーするっていうのは本当に誇りを持っていいことだとは思ってますね。でその FC 東京のアカデミーも平川選手の代というかその頃のチームってすごく強かったと思うんですけど、その理由っていうのはどんなところにありますか？中学校の頃なんで選手がいたとかいないとか多分そういう理由もありますし、でも武蔵のスタイルもボールを動かしてっていう非常に面白いスタイルだったと思うんで、まあ、そういうチームだったかなと思います。勝てた理由はちょっとわからないです、ね、そこでやっぱり外せないのがちょっと久保選手の存在だと思うんですけど、まあ、その1歳年下の久保選手がチームに入ってくる、それをなんか最初に聞いた時の気持ちとかっていかがでしょう？やっぱりバルセロナの下部組織にいる選手っていうことでみんな出たと思いますし、それが本当にチームメイトとして加わるっていうのは驚きでしたね。かなり最初に会った時の印象とかってどうでしょう？最初に会った時はなんか足元でこねくり回すようななんかそんな1対1の練習でもそんなようなプレーをしてたんで、そういうのが印象的ですね。ここすごいなって本当に感じた瞬間とかってどこで、どの辺あたりでしたか？中学3年とかで自分が高1の時に飛び級でユースに昇格したと思うんですけど、そのあたりからはクラブユースで得点をなったりとかものすごい活躍してたんで、やっぱりすごいなとは思ってましたね。話したことだったりあと思い出とかでなんかこんなことあったなって思い当たることってあります？今プライベートでもよく話して明るい性格なんで本当みんなとたくさん話しますし、ずっと喋ってるみたいな、そういう感じで自分自身もすごい仲いいですし、ただサッカーに対してはものすごく真面目で努力家だと思ってますね。自身にとって久保選手ってのはどんな存在でした？中学校からアンダー世代の代表をこうずっと一緒に戦ってきましたし、まあ、チームも同じということでセットみたいな、そういう感じで周りからはなんか見られてたこともあったりで、まあ、別にそんな自分は意識してないですけど、まあ、周りの方がなんかそういう目が強いと思ってます。2017年の U17 ワールドカップ、インドで開催されたあの大会には平川選手も出られていて、森山監督だと思うんですけど、で、あの時はグループステージを突破して、でもそのベスト16でイングランドと当たったじゃないですか。0-0PK での敗戦っていうところで、まあ、あの試合、すごく惜しかったと思うんですけど、まあ、そのイングランドが最終的に優勝してっていうところで、なんかどんな差があったって感じました？イングランド戦はやっぱり今でも覚えてますし、あの世代、多分イングランドもすごいいい選手いて、まあ、フォーデンとか、ヘタリとか、ね、本当強いのは分かってたんで、もう自分たちは必死に守って、まあ、1本決められればなという展開ではあったと思うんですけど、もう最後の方は自分たちがボール持って、攻める展開もあったんで、延長があったら分かんなかったなとは思ってますね。フォーデン選手、今名前も出ましたけど、あの大会の MVP に輝いて、なんか実際対戦してどんな選手でした？対戦した時は
本当うまいとは思ってたんですけど、今よりやっぱフィジカルもついてものすごい怖い選手になってて、そうですね、あの17歳の時にここまで行くとは思ってはなかったです。その、まあ、イングランド戦平川選手もフル出場されましたというところで、その海外への気持ちとかっていうのは結構、まあ、同世代で出られてる選手もいる中で、やっぱりそういう気持ちはありましたか？ああ、そうですね、今も別にないわけではないんですけど、世界で戦うとやっぱり目標っていうのは当然高くなりますし、あの世界を基準にして、あのみんな今も多分プレーしてるんだとは思ってます。当時オファーとかありましたか？いや、どうなんですかね、なんかあったのかは分かんないですけど、多分クラブにも止められてるっていう感じだと思います。自分の耳には入ってきてないですね。また FC 東京の話というところです、まあ、当時本当あの FC 東京も U23 があって、もう掛け持ちみたいな感じだったじゃないですか。あれってやっぱ結構選手として大変だったんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしたか？あれはユース時代はやっぱり誰が行くっていうのも前日とかに言われるんで、ユースの公式戦もあって、で23もあって、試合に出た次の日にアンダー23に行ったりとか、本当に厳しいスケジュールだったと思います。そこからトップチームに上がってっていうところで、ただそこからの出場機会がなかなか得られずプロになって難しかった点とかってありました？自分自身がやりたいスタイルとチームのスタイルが合わなかったりとか、監督が求めてるプレーに自分が合わせられなかったりとかっていうのがやっぱ多く続いてたんで、プロの世界はまあ今もそう思いますけど、とても厳しい場所だとは思います。その鹿児島と、あと2021年には松本山雅、育成型、どちらも育成型の期限付き移籍でしたけど、なんかあの育成型かどうかっていうのは基本クラブの判断なんですか？だと思います。そうですね、自分が選んだわけじゃないです。ただその出場機会がなかなか得られない中でも心がけてきたことっていうのはいかがですか？1年目2年目とかは本当出場機会がない時にあのふてくされたりとか、そういう経験もたくさんしましたけど、今は出場機会がなくてもあの自分自身に常にベクトルを向けてっていうのはあの意識してるんで、出れればもちろんいいですけど、出てない時の方が大事だと思います。まあ、そういうのも全部出て、本当やってない選手がいたら言うし、やっぱりあの長崎戦がターニングポイントだとは思っていて、東京にいた頃の方がもちろん良かったとは思いますけど、熊本に来るまで知らなかったんで、最後は泣かされた部分、皆さんに J1 昇格を届けることができなかったですけど、